LE-8 は GX ロケットの第2弾用に宇宙航空研究開発機構と石川島張間重工業が設計開発した推進剤の酸化剤に液体酸素を燃料に液化天然ガスを使用する水力10トン級液体ロケットエンジンである。世界に先駆けて宇宙機用の LNG 推進系の実用化を目指していたが、 GX ロケットの開発中止により実用化には至らなかった。液化天然ガスを推進剤として1970年10月23日に時速1 1 4 5 1 3 k m の世界記録を樹立したブルーフレーム LNG の主成分である液体メタンを燃料として使用した場合、液体酸素、ケロシン推進系と比較して、被水力が10秒高く、 沸点が 91K の液体酸素と近い 110K であるため、タンクの推進材管の断熱が不要である。また、液体酸素、液体水素推進系と比較して、液体水素よりも密度が大きいため、タンクを小型化でき、液体水素よりも沸点が高いため、断熱が容易である。また、燃料を供給するターボポンプの液体酸素ポンプとの断熱が不要で、 同軸上に配置することが可能になり小型化が可能である。液体水素よりも入手が容易で廉価で充填時に気化する量が減り、爆発などの危険性が低く安全性が高いため、扱いが容易である。液体水素よりも蒸発しにくく、宇宙空間での長期保存が可能で、マーズダイレクトにて提案されたように、火星の二酸化炭素が主成分の大気と、 水素からサバティエ反応により、メタンを生成することも可能である。これらの特徴から、将来の機動間輸送機や惑星探査機への採用が有望視されている。LNG を燃料とした場合、液体メタンと同様の特徴を持つが、LE-8 の燃料には生成され割高な、液体メタンではなく、より価格の安い LNG を採用した。これまで、 天然ガスをロケットエンジンの燃料として使用する試みは各国で実施されており、1970年10月23日にユタ州で速度記録樹立用の自動車であるブルーフレームが当時の地上最速世界記録である時速五一1 4 5 1 3 k m の記録を樹立して、その後27年間世界記録を保持すると一部の国ではすでに一定の実績があった。 ブルーオリジンの B-4 や、スペース X のラプターのように現在、液化メタンを推進剤とする、ロケットエンジンの開発が各国で進められており、21世紀における、液系推進剤の新たな潮流になりつつある。LE-8 自体は実用化には至らなかった、ものの、液体水素推進系における ES-700 に相当する役割を担い、 今後の高水力 LNG 推進系を開発する上で不可欠な多くの知見が得られた。JAXA は GX ロケット中止後もこの推進系の開発続けている。GX ロケットの開発開始に伴い並行して開発が開始された。GX ロケットの2段目に使用される LNG 推進系は打ち上げ機の用途としては世界初の実用化の試みだった。 一般的にロケットの開発工程においてロケットエンジンの開発はロケット本体よりも開発期間を要するため先駆けて開発が進められるが LE-8 の開発ではほぼ同時期に開発が開始された。新型ロケットエンジンの開発では一般的に推進剤の特性に応じた燃焼室、推進剤噴射装置の開発が不可欠なため、 要素技術の開発があらかじめ進められている。しかし、2000年代初頭の時点において、LNG 推進系に関する国内での知見は、LE-7 開発時に燃焼機の基礎、燃焼試験をした程度で乏しかった。やがてこれが、後の開発に影響を及ぼすことになる。エンジンサイクルは当初は、機構が単純で開発費が少なく、同時に高信頼性が期待できる。 圧送式サイクルで進められていたが、より高性能化が期待できるガス発生器サイクルに切り替えられた。水力室はアブレーション冷却とし燃料噴射器は LE-5B などに使われる同軸型の噴射器ではなく衝突型の噴射器を採用した。当初、圧送式サイクルで開発していたため他のエンジンサイクルと比較して燃焼圧力が低いので、 相対的に、脾水力が低下するものの、燃料タンクに、軽量で高強度の複合材タンクを採用することと、エンジンからガス発生器や、ターボポンプを省略することで、2段目全体の質量を、軽くしの力低下を補う予定だった。なお、LE-8 エンジンには、再着火機能、出力調整機能はない。開発時には、燃焼圧の変動等の問題も発生し、 一時期は、完成が危ぶまれたものの、関係者の尽力により、2009年7月に実施された実機型エンジンの燃焼試験では、実飛消病時のテストも終了し、エンジン開発には、一応の目処が立った。GX ロケットの第二弾用エンジンには、ブーストポンプアブレータ冷却式の LE-8 と、並行してターボポンプ、 再生冷却式のエンジンの開発もこれと並行する形で行われていた。これは当初からの予定であるとともに、前述の問題によりこのロケットの打ち上げ能力が計画より低下したため、より高性能な新エンジンで能力の向上を図るためでもある。当初の計画では、アブレータ冷却のエンジンで数回運用した後に、 再生冷却式エンジンに切り替えるという構想であったが、後に1号機から再生冷却型のエンジンを使用する方針に変更され、蒸気のブーストポンプはブレータ冷却式のエンジンは、この再生冷却式エンジンの開発が不調に終わった場合のバックアップと位置づけられた。これまでに経験のない燃料のロケットエンジンを開発する場合、一般的には10年の歳月を要しており、 一部に開発が遅延したとの見方があるものの、事実上、先行機のない LE-8 の開発は他に類を見ない短期間で開発された。しかし、再生冷却型のエンジンのバックアップと位置づけられたことや GX ロケットの開発自体が中止となったことから、実際に使用するタンクでの試験などは行われていない。GX ロケットの第二弾用エンジンを 開発していた IHI r スペースは2011年においても独自にガス発生機サイクルでターボポンプ再生冷却型水力 100kN 程度の LNG エンジンの開発を行っている。JAXA と IHI r スペースは LE-8 エンジンの開発終了後もその技術をもとにイプシロンドケットの最終段や海外のロケット等にも使える。 反用性のある LNG エンジンの研究を続け、2012年に NASA の研究中の LNG エンジンの性能を上回る LNG エンジンの基盤技術を確立した。2020年、インターステラテクノロジズはゼロロケット用に新規開発するエンジンの燃料に LNG を採用することを発表した。イストと JAXA は宇宙イノベーションパートナーシップで 協力関係にあることから JAXA の LNG エンジン開発の経験が強みになると期待されている。ありがとうございます。